さあ続いてご紹介いたしましょう。続きましては沖縄市ゴヤ青年会の皆さんでございます。ご紹介いたしましょう。ゴヤエイサーの歴史は古く、明治40年1907年の新聞にですね、品評会の余興でゴヤのエイサーが踊られたとの記事が見られ、それ以前からその存在がうかがえます。踊りの特徴としてはテンポが良く、切れ目のない曲に合わせたスピード感あふれる踊り、力強いさばき、バチさばきですね、女性の華麗な手踊りと色鮮やかな衣装が挙げられます。それではご紹介いたしましょう。続きましては沖縄市ゴヤ青年会でございます。それではどうぞ。Thank you.
チョコ。